なも蟹市にようこそ。清流の雫の話は聞いてるよ。ここ蟹市は世界に誇るバラ園の花フェスタ記念公園があるんだよ。僕のミッションをクリアすれば蟹市の魅力が伝わるよ。この園内には幻と言われる珍しいバラがあるんだ。それを探してて。頑張れ。その通り。このバラの名前はブルーヘブン。青の色素はもともとバラにはないんだけれども、これを再現するのにすごい時間がかかったんだ。このような珍しいバラを見に、ここ花フェスタ記念公園に多くの人が来るんだ。岐阜県の中南部に位置するここ蟹市は、織田信長様の小姓として仕え、大層美少年だった森蘭丸様の生誕地というのはみんな知っとるか。蟹市蟹山には蘭丸ふるさとの森公園があっての、春には千本桜が一堂に咲き、市内でも桜のスポットとして人気なのじゃ。大型の木製アスレチックで、コアッパも自然の中でのびのびと遊べるしな。山頂には蘭丸様をはじめとした森家の居城があった。美濃蟹山城跡があっての、そこからの眺めもおすすめじゃ。それとな、蟹市の西部に目を向ければ、春にはカタクリ、秋にはモミジが楽しめる蟹川下流域自然公園もあるでの、自然豊かな蟹へみんな来るんじゃぞ。おー